花房よしし花房よしし花房よししから1917年7月9日は明治、大正期の外交官。岡山藩市で実業家、初代岡山市長、花房正さつの長男。爵位は死釈。歴任した主な観光職は、数密古問館、日本赤十字社社長など。小形公安の適塾で学び、 1867年にヨーロッパ諸国やアメリカに留学し翌年帰国。1870年から外国間御用係として外務省に出資。同年日清修好条記の土ならしのために渡り清し。1872年にペルー国船に乗船の新国人奴隷虐待問題で外務卿添島種臣の補佐として初期間を担当し、 仲介裁判のための代理講師として、サンクトペテルブルクに派遣され、訴訟の後は、日露国境確定交渉のため派遣された、榎本武明全権講師を補佐。1876年5月に、日朝就好条記が締結され、翌年の1877年に花房は、中理市朝鮮代理講師に任命される。翌1878年8月10日から、 日朝就航条件に反して、朝鮮政府が、富山の友賃に税関を設置し、朝鮮国内の輸入業者に対して、関税の徴収を開始したことから、報復措置として、代理講使の花房は、軍艦とともに、富山に派遣され、友賃に設置された税関の撤去を要求する。最終的に、朝鮮政府が折れる形で、事態は沈静化し、 1878年12月4日に、トモチンの税関は、正式に撤去された。1880年4月、日本政府は、ハンスンへの日本行使の常駐化を決定、初代行使として、花房が任命される。だが、この時点ではまだハンスに、公使館は開いていなかった。この公使館解説の県と二川開港問題について、金公州と折衝し、その後、 ハンスンに日本公使館正式設置と似川開港を朝鮮政府に認めさせ、それに合わせ日朝館で国書の交換がなされ、花房は代理講師から講師へと昇格した。その後朝鮮に駐在し、朝鮮軍近代化のため別技軍を提案するが、それが原因となった神後事変ではボートに包囲された。 公使官を脱出して命からがら帰国、直後に寺内正武率いる日本軍と共に、朝鮮へ渡り住み物を裏条約を締結させ、事件の損害保障と共に、半数にへの日本軍駐留などを認めさせる。翌1883年より1886年までの3年間に、渡り、在路特命全権公使として、サンクトペテルブルクに駐在した。その後は、 農商務次官、提出会計審査局長、区内次官、数密顧問官、日本赤十字社社長などを歴任した。1896年6月5日、家族に列せられ、男尺を除尺。目黒にある城南御山の一つである花房山は、1911年に花房が死尺に昇尺した際に別邸を構えたことが、地名の由来。1917年、 慢性遺炎の試し去、ありがとうございます。